今日はタイトルにもある通りですね現時点で僕が見えてる現時点で見えてるあのトレンド次これくんじゃねえみたいなのをちょっとお話ししようかなと思ってるんですよねまああの現時点ですかねあくまで、うん、ただ、えっと、これは確実っていうのもまあいくつかあるので、まあ、それも中心にお話しできたかなと思いますが、まあ、結構ね点なん点というかまあ点なんですよまだまだまだおぼろげなので抽象抽象的というか。 まあそこはちょっとお許しください。あとは今後、さらに、ああ、やっぱこれだなってなったらその都度また言いますけど、あくまで現時点。ね、わかり、OK。まあそれでは早速いってみようということで、えっ、ー、と、まずですね、パンツ、パンツ、パンツいいですか。パンツはこれ結構僕、硬、えー、いなというか、これ次これじゃねっていうのが、ストレートのパンツですね。ストレートシルエット、えー。パンツのこのなんていうかな、トレンドの移り変わりって、最近で言うとですね、まあ、 とりあえずまあスキニーがめちゃくちゃもう流行ったじゃないですか一時期ねっ34年前かなスキニーがもうとにかくこうまあ黒スキニーとかっていうあのー、感じでスキニーがとにかくあの流行りましたとでそのスキニーから次流行ったのはどちらかというとちょっとゆったりめのワイドワイドが流行ったと思うんですよねスキニーの次ワイドパンツで、えー、ワイドがまあちょっと前まあ今もそうだしちょっと前くらいから去年くらいか あから、まあ、ワイドはこう徐々に来ててで僕は次その、まあ、去年の5月から行ってたんですけどフレアパンツというかブーツカットというかバギーパンツというか、まあ、裾に向かってちょっとこう広がりがあるようなパンツ来るんじゃないみたいな話をしてたんですけどそれって結構まあ徐々にね最近だあの浸透してきてるかなと思いますし結構好感度な人はもうすでにね、えー、ブーツカットとかあフレアパンツ履いてますよねを、うんまあ、ブランドもね作ってたりしますし、まあ、フレアも来てるなと。 今ちょうどねワイドとフレアがこうちょうどこうあの同時進行というか平行してこう来てるみたいな、まあ、ワイドの方が主流ではあるんですけど、まあ、そういう感じじゃないですかでその次ですねだからまあフレアの次かなフレアの次は僕ストレートのパンツ、まあ、デニムにしてもスラックスにしてもこうストンと落ちるようなあのシルエットですね、まあ、細くもないし細いというかスキニーでもないし、まあ、ワイドでもないしみたいな。 わ、あのーまあ、かりやすく言えば僕この間、あのー、デリバリー動画でウルのねウルの,あのデニムのデニムパンツ紹介したじゃないですかもうまさにあんな感じのシルエット本当にストーンと落ちる感じで丈もですね、まあ、若干短めというかあんまりこうフルレングスというよりはちょっとこうあの短めというかあそんな感じ若干くるぶし見えるかなくらいのまあなんか丈で、えー、ストレートパンツく、うん、るんじゃないかなと。 これは一つあの結構確信を持って、僕は今見えてますね。で、あのー、アウターまあ、これはちょっとね。ま僕、あ、まあ、ま何、あ、ていうかな？引き続きやっぱパワーショルダーはそのまま流行ると思うんですよ。なんでまあ、ストレートのパンツの上にこう。あのボックスシルエットのね。パワーショルダーのジャケットを着るとかはすごい。あのメインのスタイルというかトレンドのスタイルになると思ってるんですよね。なんでまあ、パワーショルダーは引き続きかなという風に思ってて。 えー、アウターはまあ他のアウターにしてもやっぱ若干ねやっぱ大きめは続くんじゃないかなとまだまだビッグシルエットはまあもうちょい続くぞというふうにはあ思ってますね、うん、もうちょい続きそうかなでまあそんなところとあとは何だろうなトップスとかあ靴とか、まあ、靴はまだ比較的比較的とかあのごついやつとか あダットスニーカーみたいなのがまだちょい続くんじゃねえかなっていうふうに思ってます、ね、トップスがなあんまりまだ僕はイメージ湧いてないので明確にイメージ湧いたらあその時に言いますけどうんどうかなまだちょっとわかんないですねはいであとまあサングラスはね俺僕絶対こういうの流行ると思いますこういうレンズが小さいやつまあなんていうかなこういうまあこれが一般的じゃないですかサングラスで言ったら こういういねウェリントンというかなウェイファーラーというかね、まあ、これが普通じゃないですかなんですけどもうちょっとねこのレンズが小さい感じマトリックスっぽい感じ、うん、これよりもちっちゃくてもいいかもしんないくらいのなんか本当に目がジャストで隠れるくらいのサングラスとかは流行りそうだけどなと思ってますで、まあ、今んところまあなんかねこうトータルでアイテムで言ってたんですけどなんかアイテムとかではなく えとブランドとかでいうとですねまあブランドもそうですしスタイルもそうなんですけど僕ねバーバリーが結構今後熱いんじゃないかなと思っててバーバリー結構フューチャーされるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。まあなんか去年のね僕12月くらいに、あのー、インスタでねあちょっとバーバリー気になるなみたいな投稿をポンとねポストしたんですけども本当にん、あのー、なんかちょっとそのバーバリーが気になるというかあバーバリー結構。 結構これ来そうだなみたいなのをちょっと思っててというのもまあそれは何でそう確信したかというとですね最近の出たコレクションですよねコレクション出たじゃないですかバーバリーあれ一いち,いち SS なのかなちょっとシーズンまですいませんわかんないですけど結構今っぽいなっていうあのあーバーバリー結構トレンドを寄せてきたなというかなんかそういうような服を結構作ってて。 豪者とコラボしたりっていうのもあるでしょうしなんかいい感じにその今っぽさとかそのストリートっぽさみたいなのがねこうバーバリーのそのところにこう入り込んでてでうままくこう落とし込まれてるんですよ、うん、だからまあ,あのチェック柄もそうなんだけどバーバリーが結構ねトレンドセンターになりうるんじゃないかな結構影響力が出てくるんじゃないかなみたいなのは一つねなんかちょっと感じてますバーバリー。 いいいいんじゃななみたいな、うん、だからねあの、まあ、パワーショルダーのトレンチとか出してきたら結構僕的にはおいいねみたいな風には思いますけどね、うん、バーバリーいいんじゃないですかだからまあバーバリースタイルというかね、まあ、ちょっと何て言うかなあれブリティッシュというか、まあ、チェックの、まあ、ちょっと上品な感じなんだけど、まあ、ストリートっぽさもあるみたいなのはグッドじゃないですかね。 そんなな感じかな、うん、だからねまあまだ分かんないですよ分かんないというか、まあ、僕もそのまだなんとなくねなんとなく感じ取ってるものはあるけどまだその話せるほどの確固たるなんか自信というか確信はないみたいなのはまだまだあるのでそれが、ね、こう確信に変わった時は、えー、再度ですねその都度こう動画にしていこうかなと思ってるんですけど今現時点において そういうふうういいに思ってるるというお話ですどかかなな当たるかな一応いつまでっていうのはまああんま分かんないけどねまあでも早くて早くて今年の、えー、18の FW から、えー、19の FW までにはまあそうなると結構長いかまあその1年間の間18今年の秋冬からその来年の秋冬の間までには多分来る。 でパンツストレートのパンツとかもっと早く来ると思う。うん。かなそんな風に思っております。さあ、一個動画にしとけた。OK。はい、そんな感じです。では、また。